浦上川は、長崎県長崎市を呼び、西園義郡長与町を流れる二級河川。長崎市街地北部から南下市長崎港に注ぐ川で、中島川と共に市街地の中心河川となっている。すり鉢状の地形をなす長崎市中心部のうち、北東部の前竹を水源とする。あぜべ島、犬継ぎ、カビラと山間を経ながら、 南西へ流れ、大手町付近で三河川、大井出川と合流する。他にも数本の支線を集めながら、流路を南へ変え、大橋付近で上山川と合流し、長崎港に注ぐ。狭い谷や中石地に沿って、集落、住宅地、商工業用地、公共施設が整備されている。上流域は、長崎県道十五号線と長崎バイパス、下流域は、 国道206号を呼び、国道202号、長崎本線、長崎電気軌道が並行する。橋も各所に架けられており、特に下流の大橋、下大橋、竹、岩橋、柳川橋、稲沢橋、極大橋は、市街地の交通の要である。1945年8月9日には、浦上地区に原子爆弾、ファットマインが落とされ、川では、 多くの被爆者が水を求めた。原爆落下中心地周辺は平和公園として整備されている。市街地の中を流れることもあり、下流域の水質は良くない。また、長崎大水害の際には、中島川と共に氾濫し大きな被害を出した経緯もあって、ほとんどの流域で護岸が施されている。支流では三面護岸や暗挙となった区域も多い。 ただし上流部は、商用樹林など自然が多く残り、源氏ボタル生息地も点在する。県、市、地域住民による自然保護活動も行われている。二級河川の視線数は3本。ありがとうございます。